皆さんこんにちは。教育 ICT の実践とノウハウをお届けする IT チャーズ TV、 教育 ICT コンサルタントの小池です。玉川大学の小坂です。さて小坂先生、はい、公立私立ともに学校に ICT を導入されたんですけども、結果として先生たちって楽になったんですかね。いや実際のところは学校とか先生によってはですね、前より大変になったってところ結構あるんじゃないかなと思います。確かに ICT 入って子どもたちの学びはこう変わったっていう声は聞きますけども、先生たちが楽になったって声あんま聞かないですよね。そうですね、まあ、先生たちの間の中にもまだ楽をしてはいけないといったような、そういった考え方がまだ残ってるんでしょうし、まあ、逆に言うとそういうところを抜け出してこう公務とか業務をですね、うまく ICT 使って楽にしていくってことが必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回のゲストをご紹介したいと思います。今回のゲストスピーカーはこちら、埼玉市立大谷場東小学校の新井由美香先生です。新井先生は玉川大学のご出身だそうですね。はい、マイクロソフト認定の教育イノベーターにもなってご活躍ということなので、今回来ていただくことになりました。楽しみですね。はい、それでは行ってみたいと思います。ゲストスピーカーは埼玉市立大谷場東小学校の新井由美香先生。プレゼンタイトルは小学校現場での ICT 活用です。新井先生よろしくお願いします。どうぞ。はじめまして、私埼玉市立大谷場東小学校で1年生の担任を務めておりました新井由美香と申します。私は今年度から MIE マイクロソフト教育イノベーターとして認定を受けて活動させております。その中で今回私の方で活用した内容をお伝えしたいと思いまして、発表させていただきます。よろしくお願いします。今回ギガスクール構想が始まり、皆さんの中でもこう大丈夫かなとか、子どもたちに指導がうまくいくかなというところの声をたくさん耳に私たちの方もしました。その声を聞いた中で、私の方でそしたら、低学年でも、実践できる内容や、もしくは先生方の抵抗感がないように、実践を積んで発表していけたらなというふうに思いました。そこで私は誰でも簡単に扱える ICT 活用ということについて私は考えました。低学年の方でもし実践できることができたならば、それを中学年高学年と実践していけるのかなというふうに思っております。また手順が少ない、簡単に活動できる内容であればどんな先生でも活用しやすいのかなと思っております。また ICT を活用することでクオリティの向上が見込めるのではないかというふうに考えております。その中でも私の方で、特に力を入れたことが2つありまして、そのうちの1つが業務改善での ICT 活用についてです。業務改善の方では仕事に対してのクオリティが下がらないように、そこも考えながら ICT をうまく活用して実践を生かしていけたらというふうに思っております。今回私の方では出席黒板を今まで手で書いていたものを Teams を使って皆さんで共有で編集をしたり、またはそれに対してバックアップの取っていくということを自動化でやっていけたらというふうに思って実践しました。また、先生方が普段会議の資料等を作っていくかと思うんですけれども、そちらはおそらくワードだったりエクセルだったりパワーポイントだったり、それぞれで、ファイルの形が違っていて管理職の先生方がまとめるのが非常に大変なのかなというふうに感じましたので、日付ごとに自動で PDF 化していくものがあったらいいのかなと思いまして、私の方でそちらを、作らせていただきました。まず一つ目の実践の方を発表したいと思います。一つ目が出席黒板を Teams でということで私の方で考えて作ってまいりました。まずそもそも Teams でこのように教職員の人たちが皆さん自由に入れるのですが、 Teams 上で Excel を使ういいところは同時に一緒に編集ができるというところがすごいいい利点だなと思いまして、誰かが開いていると編集ができないっていう悩みを解消できるのかなと思っております。ただそちらを毎日毎日、管理職の先生方が
作られるというのは非常にちょっともったいないことだなというふうに思いましたので、自動で日付ごとに作成できたらもっと効率よくなるのかなと思いまして、そちらのシステムを組ませていただきました。またじゃあ実際その作った出席黒板どん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 溜まっていってしまうと思うんですけれども、そちらの方を管理職の先生がいちいちバックアップを取るのではなく、自動でバックアップを取ってくれることになるようにすると、より業務の時間が、効率よく円滑に進んでいくのではないかなと考えて、こちらのシステムを作成いたしました。簡単な、作成した流れはこのようになっております。日付ごとに、組まれていますので、日付が変わるごとに先生方が書き込む出席黒板が自動で生成される内容を私の方で作成いたしました。で、現在はこちらを、新年度も活用していく予定です。続きまして2点目の発表に移らせていただきます。こちらは、Teams と OneDrive を活用して資料を自動で PDF 化というものになっております。こちらは毎日日付が変わると、ある一定のフォルダに収められていた資料を自動で PDF に変えてくれます。おそらく今までワードとかエクセルとかその他他のファイル形式で作られていると、一つ一つおそらく管理職の先生方等が、開いて PDF 化させて一つのフォルダに格納するという手間があったかと思います。そちらを、こちらのシステムでよりその作業の手順を減らすことで他の業務にも力を注ぐことができるのではないかなと思いまして、毎日日付ごとに自動で、ファイルを変換してくれるというものを作成いたしました。これらの情報なんですけれども、私の方で事業のこちらのホームページの方に掲載しております。もしよろしければこちらの方をご参照いただけたらなと思います。また私自身のツイッターの方にも公開しておりますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。ただ今回私がご紹介した内容なんですけれども、こちらは本当にあくまでもただのベースだと私は考えております。こちらを参考にしていただく、もしくは他にもこんないい情報があるよということを盛んに情報交流していく中で、きっとおそらくもっとどんどんいいものや、他に本当に必要なシステム、本当に必要な情報というのができてくるかと思います。私自身もまだまだこれから学びたいことがたくさんありますので、ぜひ盛んな情報交換をしてより良い ICT 活用が、していけることを私は願っております。これで発表終わりにします。ありがとうございました。市川工業高校電気科の貝森です。情報伝達をする手段はデジタル化がかなり進んでおりますが、やはり文章で連絡する必要があったり、その連絡するためのメールアドレスを配布するときは紙を使ったりと、そういったことが多いかと思います。特に学校では同じ形式で違う内容のものを人数分作ったり、送る会社数分作ったりだとか、効率よく作りたいということがあるかと思います。その時に私がよくお世話になっているのがこの A1 のラベル屋さんというアプリです。こちらは Mac 版と Windows 版、またウェブブラウザ版もあります。どのようなラベルまたカードを作成するか、商品は家電量販店にたくさん売ってますので、お好みのものが見つかるかと思います。インクジェット、レーザープリンター、そのようないろいろな種類のプリンターに合うようにありますので、一度家電量販店プリンターコーナー、用紙コーナー見てみてください。びっくりすると思います。で、特に便利なのがこの差し込み印刷が使えるところです。特に工業高校ではインターンシップであったり、企業とやり取りすることが多くて、そういった時に、送り先を一括で印刷したい時があります。Excel ファイルに郵便番号であったり、送り先の住所、宛名をこのようにファイルにしておいて、ラベル屋さんで設定していきます。で、今回はもうすでに、ファイルが作成されているものとして、購入して手元にあるラベルの商品のを選び、このようにテンプレートを選んでいきます。
可愛いものからシンプルなものまでありますので、こちらもお好みで選べるかなと。今回はちょっとシンプルなものを選んでみましょう。必ず説明の画面出てきますので、初めての人でも使いやすいかなと思います。でまたテンプレートを選んでもデザインは自分で変えることができますので、ちょっと文字の場所を調整したりだとか、新しい画像を入れたり文字列を入れたりすることができます。デザインが決まったら、先ほど作成した Excel ファイルを入れていきます。ファイルを選んで読み込ませると、下にこのように、そうですね、郵便番号であったり読み込まれますね。あとはどこに差し込んでいくかを、このようにマウスでポチポチと選んでいくだけで簡単に、はい、ラベルのシールデザインが出来上がっていきます。で印刷プレビューで見ますと、自分が思っている通りにできているかなと思います。1枚をどれぐらい印刷するかも選べることができます。このように、どうしても紙であったりシールに頼ることがあるかと思いますが、こういった時はデジタルの力を使って効率的に解消していきましょう。はい、ということで、さいたま市立大谷場東小学校の新井由美香先生のプレゼン、お聞きしたくてもいかがでしたか？はい、とても参考になりました。プログラミング教育が必修化されて、そういったものを教えている先生がですね、そのノウハウを活用して業務を効率化させていく、こういったことは子どもたちにもいい影響があるんじゃないでしょうかね。確かにそうですよね。また今日のお話の中で出席黒板をデジタル化したってお話ありましたけども、そもそもまだ出席あれ黒板で書いてたんだっていうのが逆にびっくりしました。そうですね、まだまだ大事だってことだと思うんですけど、それをデジタル化して効率化していく、特に自動でファイル作ってくれるなんていったことで管理職もすごく楽になるとかってね、もう目から鱗な感じがしましたね。そうですよね、ああいう日々の積み重ねちょっと減らせるっていうのが先生たちの負担を減らすことにつながるんだと思うんですね。その通りだと思います。はい、といったところでお時間になってしまいました。IT チャズ TV は毎週水曜日の夜に配信しております。ぜひ YouTube のチャンネル登録をして来週もご覧ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。番組 MC は教育 ICT コンサルタントの小池と玉川大学の小坂井でお届けしました。 See you next week。